DS で宅建。スクウェアエニックスと資格の総合スクールレック東京リーガルマインド、夢のコラボレーションから生まれた待望の任天堂 DS 専用資格学習ソフトシリーズ、ついに登場。マジで学ぶ、レックで受かる DS 宅地建物取引主任者。宅建受験者から絶大な信頼を得ている超人気問題集、デルジュン宅建、ウォークマン、過去問題集全3冊、500問以上の問題を丸ごと収録。まずは毎日学習モードで基本の確認。過去問の中からピックアップした特に重要な1200字を丸×問題の形式で出題。次は実践学習モードで本試験対策。分野と重要度が選べます。トライのたびに問題選択肢が変わるので、正解子番号を覚えてしまって学習効果が上がらない、そんな言い訳はもうできません。ジャンルや重要度別に自分の成績を分析できるから、苦手分野を徹底理解。最後に実力テストモードで実力確認。実践学習モードで学習した中から25問テスト形式で解いていきます。さらに毎年の法改正に対応した問題を Wi-Fi 通信で追加登録。宅建資格取得を目指す方はもちろん、不動産業界を目指す学生の方、新入社員の方におすすめの学習ソフトです。皆さんをゲームの中でナビゲーションいたします、レック専任講師水野健です。宅建合格に必要なこと、それは過去問です。1に過去問、2に過去問、3、4も過去問、5に過去問。合格すると決めて最後まで一緒に頑張りましょう。